こんにちは、柴田です。今ですね、僕の方で火で引いてみた用オケというのをですね、作成させていただいておりまして、まあ、それをですね、無料でダウンロードできるようにしているので、まあ皆さんにご自由にお使いいただけたらなということで、ツイッターの方にダウンロードできる URL を貼り付けております。で、今はですね、ロケットダイブ、ピンクスパイダー、ダイスのライブ、ビューティー&ステューピッド、テルミーですね、この6曲を配信しておりまして、で次ですね、ミザリーをやっていきたいと思っております。で、このオケを作るときにドラムはですね、いつも打ち込んでるんですけれども、ベースは自分で弾いてたんですね。で、結構ですね、ベースって弦が太いんで、もう指が痛くなったり、まあ皮がむけたりとかですね、かなり体にこう負担がかかる楽器だなというところで、今回ですね、ミザリーを制作している中で、そうだ、ベースを打ち込んでみようという風な感じで、試しにですね、打ち込んでみたんですよ。作ってる時は良かったんですよね。なんか気にならなかったんですけれども、1日置いてですね、日をまたいで聞いたら、やっぱね、ちょっと物足んないなっていうところで、結局ですね、またベースを弾き直しましたという感じなんですけれども、まあ、打ち込みと実際に弾いたベースがどれぐらいの違いがあるかっていうのを、今回はですね、皆さんに聞いていただきたくて、まずはですね、ドラムとベースとギター、まあ、この3つが重なっている打ち込みの音と実際に弾いたベースの音で、その後にドラムとベースだけの音をですね、聞き比べていただきたいなと思います。このドラムとベースだけになるとですね、より生ベースと打ち込みの差がわかります。
という感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあこれはですね、どっちがいいとかっていうのもですね、ジャンルによって変わってくるので、今回ですね、まあヒデさんをやる上ではやっぱり実際に弾いたベースの方がいいなっていう感じではありましたね。まあ、今後もですね、いろいろ打ち込みに挑戦して試していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。